白菊。白菊は第二次世界大戦中期から日本海軍で使用された機上作業練習機である。開発、製造は九州飛行機で、機体略版は計11ワット、九式機上作業練習機の後継機として1942年、昭和17年に正式採用され、終戦まで使用された。大戦末期には特攻機として使用された機体もあった。 機象作業練習機とは、艦上攻撃機、艦上爆撃機、陸上攻撃機、観測機のような田崎における、操縦員以外の乗員の任務である広報、通信、爆撃、射撃、写真撮影、観測などの訓練を行うための機体である。日本海軍では、操縦員以外でこれら任務を行う飛行機、搭乗員を一括して、偵察員と呼び、福崎や、 大型機の比率が多かったため、偵察員は操縦員と同数ぐらい必要であった。海軍発の機上作業練習機である九十式、機上作業練習機は昭和六年から使用され続けていたが、太平洋戦争突入の頃になるとさすがに、性能的に不満が出てきた。そこで、海軍は1941年、昭和十六年に後継機の開発を渡辺鉄工所。 後の九州飛行機に指示した。渡辺では1941年、昭和16年6月から設計を開始し、1942年、昭和17年11月に試作第1号機を完成させた。全金属製、モノコック構造の胴体に、木製骨組合半張りの主翼を有した、重翼短で、主脚は固定式、エンジンは 515HP の日立風を1機 搭載していた。角型断面のやや幅広の胴体には、操縦員1名のほか、教官と3名の練習生を登場させることが可能で、座席の配置は訓練の内容によって変更可能であった。テストの結果若干の安定性不良が指摘されたが、回収可能で、1943年、昭和18年姿勢ギクとして量産が開始された。 その後、共感席を廃止し代わりに練習生の登場人数を増加させた姿勢白菊改め、K11W2 が試作され、1944年、昭和19年3月に姿勢白菊ともども正式、採用された。その際、姿勢白菊は白菊11型、姿勢白菊改めは白菊21型と呼ばれるようになった。安定性や操縦性が良好で、 機内スペースが広く汎用性に優れた機体だったため、戦争末期の練習航空隊には本機が必ずと言って良いくらい配置され、終戦まで活躍した。また、近距離輸送や連絡、対戦紹介等の任務でも利用された。燃料は80兵と呼ばれるオクタン価80のアルコール燃料を使用していた。対戦末期には特攻機として使用されることになり、塗装も 練習機のシンボル色であった黄色から迷彩色に塗り替えられて沖縄戦に出撃した。製造機数は798機で終戦時には370機以上が残存していた。これは93式中間練習機、0式艦上戦闘機、市電、市電改めに続く数であった。一部は緑十字飛行に利用された。1945年、 昭和20年1月8日に大本営が全軍特攻を決定すると、全国の練習航空隊に通常の搭乗員訓練を止め、特攻隊を編成するように命令が下された。練習機により特攻は、白菊を装備する高知空、菊水白菊隊、徳島空、徳島白菊隊、大井空、八州隊、鈴鹿空、若菊隊で実施されることとなり、まずは、 高知空と徳島空で特攻志願者の募集が開始された。当初の設計では、機体が大きい白菊の機内の床に板を置いて、そこに2 5 0ラム爆弾2発をワイヤーで縛って固定するという乱暴なものあったが、最終的には2 5 0ラム爆弾を両翼に一発ずつ喧嘩し、操縦席系基板に新艦の安全装置を解除するレバーを装着するよう、 改造され、エンジンカバーの上に照準機が装着された。航続距離を延伸するために、胴体内の後部席に冷戦用の増装を取り付け、通常は480リットルである、搭載燃料を700リットル弱まで増加させた。これらの改造により、通常時より大幅に重量が増加し、離陸すら困難となったため、訓練は離陸を中心に行われた。 ままたこの状態での最高速度は時速 180km 程度と低速になり、この白菊で特攻出撃させられることに隊員らに戸惑いがあったという。離陸に慣れてくると模擬爆弾を搭載しての訓練となったが、気象を夕刻の午後5時として暗くなるのを待って訓練を開始するといった昼夜逆転日課による訓練を連夜行った。日中にも 黒メガネをかけて、視界を夜間と同じにして訓練した。離着陸になれると、模擬爆弾を搭載しての飛行訓練となったが、1945年5月、初めの頃には、夜間飛行を満足にできない、当院が多かったのに、1ヶ月もしない5月22日の頃には、ほとんどの搭乗員が、夜間養生進行可能な水準となり、海面すれすれの高度15メートルで、 変態飛行することもできるようになっていた。日本海軍は夜間飛行を支障なくこなす操縦技術を有する搭乗員を永久と認定しており、同じ夜間出撃を行っていた生部隊不要部隊が200時間もの飛行時間を要して到達できた技能水と同水準であったが不要部隊とは異なり、白菊はその低速から他の航空機による誘導も護衛も 不可能であり、最初から沖縄まで単独での夜間養生進行が求められ、より難易度は高かった。白菊特攻は沖縄戦に投入されることとなり、菊水7号作戦中の1945年、昭和20年5月24日の夜間に、初の白菊特攻隊、第1次白菊隊14機が、釧路の航空基地から出撃した。出撃に際して搭乗員には、 白菊は爆走こそ大きいが速力は遅い。戦艦や巡洋艦などの大型艦は狙っても無理で、あるから、なるべくは輸送艦を狙いこれを爆砕せよと命令されている。白菊は速度が著しく遅いため、出撃の際は真っ先に離陸し、次に15分置いて戦闘機が離陸、さらにその後に艦上爆撃機や艦上攻撃機が離陸するように決めていた。 そうすることにより、戦闘機が途中で白菊を追い越して、敵戦闘機と交戦し、白菊はその隙をついて敵艦に突入する計画であった。この日出撃した白菊隊は、故障や富士見の3機を除き11機が未機関となったが、一部が敵艦隊に到達している。沖縄戦で特攻を指揮した第五、航空艦隊司令部は、アメリカ軍の無電を傍受してり、 時速 160km170km の日本軍機に追尾されている。というアメリカ軍の駆逐艦の無念を聞いた一人の爆量が駆逐艦の方が呪い白菊を追いかけているんだろう。と笑う有様で、第5航空艦隊司令官、うがきまとい中城も、夜間はともかく昼間的戦闘機に介してひとたまりも、亡き情亡きことなり、中略数あれど、 これに大なる期待はかけがたし、と、白菊特攻について厳しい評価を下し、夜間や黎明に限定して投入することとしている。白菊まで特攻に投入したことは、第五航空艦隊内でも、戦争のなり行きに絶望感を抱かせることとなった。かの基地に、第五航空艦隊司令部付商校として、配属された、和夫尉は、先に着任していた、 学徒出陣の予備将位から、なんだって、今頃、彼の家に来たんです。沖縄の戦争は、ジエン度ですよ。白菊まで出て行くようになっちゃう、沖縄航空決戦もいよいよおしまいだな。ご交換にはもう、特攻に使える実用機はほとんど残っていないんですと、嘆かれた後、白菊には軽量化のため無線機すら積まれておらず。 実用機による特攻機が行う最後の突入電を打電することすらできないことも聞かされ、あまりにも惨めじゃないかと白菊の搭乗員への同情と絶望感を覚えている。特攻戦力が欠乏していた第五航空艦隊は海軍記念日の5月27日深夜にも白菊を鹿ノヤ徳白から夜間出撃させた。この日、野原は通信室で アメリカ軍の無電を傍受していたが、やがて、アメリカ軍駆逐艦や、警備艇が、奇妙な物体がいくつか、海面上に見える、海面すれすれの30メートルぐらいの低空だが、それが何であるかよくわからない、爆音が聞こえてきた。やはり飛行機かもしれない。スピードベリースロー、ベリーベリースロー、太ったメスドリが空を飛んでいる。いや、あれは、ボギー、敵機だ。 ボギーにしてはスピードが遅すぎる。先日も飛んできた。ボギーに間違いないという無伝を発したのを聞いている。白菊隊は駆逐艦ドレクスラーに突入した。ドレクスラーの乗組員からは、接近してくる白菊は時代遅れの練習機には見えず、操縦しているのも経験を十分積んだ熟練パイロットのように見えたと言う。白菊のうち一機はドレクスラーの観光部に突入して、 ボイラー室と機械室を破壊し、航行不能に陥らせた。この時ドレクスラーが発したと思われる敵機が突入してきた。甲板上大火災。死休救援頼むという無電を傍受した、通信室の野原ら第五航空艦隊の将校たちは、突っ込んだんだ、白菊が。白菊だ。やったぞと歓喜している。この後、ドレクスラーにはもう一機の白菊も突入し、 たちまち転覆して沈没した。あまりに沈没が早かったため、乗組員158名が死亡、艦長を含む52名が負傷した。その後も白菊は、沖縄戦終結後の1945年、昭和20年6月25日まで、延べ115機が出撃し56機が未期間となったが、1945年6月21日に、輸送駆逐艦、 高速輸送艦バリーと LSM-1、旧中型揚陸艦の LSM-59 の合計3隻を撃沈し、1945年、昭和20年5月29日に、1945年、昭和20年6月21日に、中型揚陸艦 LS、LSM-213 の2隻を大破させ、その後両艦は修理が断念されて、スクラップとなった。 その他にも数隻を損傷させるなど、ウガキら第5航空艦隊司令部の低い評価を覆す戦果を上げている。通常は戦力とはならない練習機が、それも夜間攻撃で戦果を上げていることに対して、敵のアメリカ軍は警戒を強めており、夜間の特攻機はアメリカ軍が発射した対空砲火の栄光弾を辿って、艦の中央部にある煙突などの重要箇所に突っ込んで来るため、 夜間の特攻機に対する各艦個別の発砲を禁じたほどであった。しかし、白菊は軽量化のために、変態長機にしか無線が搭載されておらず、日本軍は白菊特攻の戦果をほとんど把握できていなかった。それでも、海軍は可動機すべてを特攻出撃させるつもりで、本土決戦でも大量の白菊を特攻出撃させる計画であったが、 終戦により実現することはなかった。白菊特攻で徳島空で56名、高知空で52名の合計108名が戦死した。責任を重く感じていた高知空司令の加藤、秀吉大佐は、副官らが自決しない洋軍等や拳銃を取り上げたにもかかわらず、井戸に飛び込んで自決してしまった。徳島空でも3名の予備士官が自決した。なお、TV ドラマ、 水戸公門の第14部から第21部まで9年間、徳川光国役を務めた俳優、西村明は徳島白菊隊の特攻隊員である。しかし、出撃機不良で基地に引き返し終戦を迎えた。また、この特攻隊連の同僚には裏千家十五代家元の全現室がおり、西村の親友である。海軍では本機の汎用性に目をつけ、 本機をベースとした対戦哨戒機の開発を計画した。南海 93W1 と名付けられた、この機体は白菊の機体を大型化し主客を引き込み式にした全木星となるはずだった。しかし、終戦により本機は計画だけで終わった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。